新しいウルトラマンが登場。ウルトラマンタロウの息子、その名はウルトラマンタイガ。ウルトラマンタイガスペシャルムービー。ウルトラマンタイガは光の勇者の二つ名を持つウルトラマンタロウの息子。熱血感でファイトスタイルはバランス型。修行の時に知り合ったウルトラマンタイタス、ウルトラマンフーマと共にトライスクワットというチームを結成している。ウルトラマンタイガの世界では宇宙人たちが地球人に化けて密かに生活しているという。謎の組織、そして様々な事件、そんな中で警備や警護、調査の活動を行うのがイージスだ。イージスは民間の組織で、企業や政府、個人の依頼を受けて事件に立ち向かう。しかしその背景に宇宙人が関係していることも多いという。そんなイージスの新人メンバー、ウルトラマンタイガの主人公が工藤博之。ある事件をきっかけにウルトラマンタイガに変身することとなった。タイガをはじめタイタス、フーマの3体のウルトラマンと共に困難に立ち向かってゆく。トライスクワットのメンバー、ウルトラマンタイタスはウルトラマンジョーニアスと同じ U40 出身のウルトラマン。ファイトスタイルはパワー型で、別名は力の賢者。鍛え上げられた肉体から放たれる豪快な技で敵を圧倒する。そしてもう一人のメンバーが風の覇者、ウルトラマンフーマ。ウルトラマンオーブが光の力を授かった惑星 O50 からやってきた。スピード重視のファイトスタイル、目にも止まらない早技や光の手裏剣による必殺技に注目だ。タイガースパーク、これが変身アイテムだ。タイガ、タイタス、フーマ、それぞれの力が秘められたキーホルダーをタイガースパークをつけた右手で握ることでウルトラマンに変身する。またタイガたちの力を強化するアイテムも、ウルトラタイガーアクセサリー、ブレスレットタイプだ。このアイテムはニュージェネレーションヒーローズがトライスクワットに託したもの。その中の一つ、タイガが託されたオーブレット。タイガースパークで力を解放すれば、ウルトラマンオーブの特性が合わさった必殺技を放つことができる。さらに怪獣の力が秘められた指輪タイプを使うこともできる。タイガたちの前に立ち塞がる宿敵、ウルトラマントレギア。仮の姿切り裂きからトレギアアイを使って変身、ひろゆきたちの行く手を阻む。トレギアの目的とは一体。さまざまな困難の中で、ひろゆきは、タイガは未来を切り開くことができるのか。新番組ウルトラマンタイガ、ご期待ください。